アリエクスプレスっていうところで初めて注文してみました。注文からだいたい1週間ぐらいで届きましたね。ちょっと大物が多いんで小包みがでかいですけども、あの国みたいなちょっと包装ですね。今回はね結構いいものを頼んだんですよ。あのラグっていうかね、地面に敷くあれです、絨毯みたいなやつ。ちょっと慎重に切り分けていこうと思いますね。はい、出た出た、なんか何でもかんでも詰めてるような感じですね。はい、よしよしよし。はい、まずはラグ、これですね。なんか思ったよりちっちゃいな。空気入れたら膨らむのかな。なんかね、2m×180 だったんだけども、ちっちゃいような気がします。それからうちの子ヤマトくんに革ジャンを買いました。子供用の革ジャンですけども、どうですかね、ライダースの、ほら可愛らしいでしょ。ヤマトくんにぴったりだと思うんですけどね。これで親子でちょっとね、革ジャンでちょい悪親子やろうかなっていうところですね。革ジャン、これいいね。結構あのもう私が着るんだったらこれ着ないですけども、子供用だったらちょうどいいです。あ、しかも中裏地がしっかりやってあったかい。おお、これ結構いいですよ。子供服はアリエクスプレスアパレルいいと思います。それから私用にはですね、スリッパを買いましたね。これ冗談みたいなスリッパなんですけども、パンダの頭がついてるやつで、これがね、足のサイズが28なんですよ。だから私の足でもしっかり入ると思って買いましたこれいいでしょはい、で最後はこちらですね。これも結構大物なんですけども、これは私がね着ようかと思ってね、あったかいやつかなと思って買ったんですけども、あ、こういうやつですね。うん、ちょっとボタンがあって、すみません、ちょっと段取り悪くって、今からねこれどんなものかレビューしますんで。あ、これもね、外に着に行く分には私は遠慮したいんですけども、部屋着としてはねバッチリいいですよ。これはこれはいい、部屋着としては。はい、これね、あ、ちょうどいい。サイズも大きいかなと思って買ったんですけど、ちょうどよかったですね。あ、これいいな、あったかい、これからの季節に。1週間ぐらいで届きますんで、ぜひねご注文ください。アリエクスプレスのアパレルでした。